皆さんこんにちは。日本のテレビプロデューサーである石井福子さん。今回は石井福子が泉ピン子を地獄に落としたまさかの理由と、脱税で逮捕されていた実態や、元旦那との壮絶すぎる離婚劇や隠し子の正体について紹介します。まずは石井福子の履歴とプロフィールから紹介します。石井福子は日本のテレビプロデューサー、舞台演出家、石井寛の長女にあたる。新東宝の女優活動から出発し、ラジオ東京に入社。その後はテレビドラマのプロデューサーとして橋田壽賀子や平岩弓枝らとタッグを組み、多くのヒットドラマを世に送った。退職後、フリーとなった後は舞台演出なども手掛けている。文化学院に入学した後、東京女子経済専門に転校し、卒業後は新東宝の女優となった。女優業を辞めて1950年に日本電研へ入社して宣伝部に勤め、1961年に TBS へ入社。ほどなくして出会った橋田壽賀子、平岩弓枝などの脚本家たちとタッグを組んで TBS でドラマ制作に携わる。以降プロデューサーとして、キモッタマカアさんありがとうを筆頭に、女と味噌汁神さんと私女の家僕の妹に、はじめまして家族同愛心出会いなど、数々のホームドラマをヒットさせる。数々のヒット作に携わったことから、一部のメディアから作品選定の確かさと配役の妙を、いて大ヒットドラマを生んだと評されるようになる。2023年4月9日から放送の脚本家橋田壽賀子さん追悼ドラマ「ひとりぼっち」、人と人をつなぐ愛の物語に、橋田さんと親交が深かった女優泉ピン子さんが出演しない理由をめぐり、元 TBS の石井福子プロデューサーとの確執も取り沙汰されています。そうした中で週刊誌週刊女性が石井福子プロデューサーに取材を行い、ひとりぼっちに泉ピン子さんが出演しない理由、ピン子さんとの確執に関する話を聞いています。石井福子プロデューサーが手掛ける9日放送のスペシャルドラマ「ひとりぼっち」は、渡る世間は鬼ばかりシリーズなどで長年タッグを組んだ橋田壽賀子さんに捧げるドラマとして制作され、主演は相葉雅紀さんが務めます。また時シリーズに出演していた上戸彩さん、えなりかずきさん、角野卓造さん、一路真紀さんなども出演し、時ファミリーが久しぶりに再集結するということで注目を集めています。しかしドラマの制作発表前から週刊文春に報じられていた通り、橋田壽賀子さんと高私どもに親交が深く、橋田さんの最後も見取った泉ピン子さんの名前がなく、このピン子外しの理由をめぐってこれまでに様々な報道が飛び交い、2月には女性セブンがピン子さんと石井福子プロデューサーの関係悪化、2人の確執を報じました。2人の関係が悪化した背景には、橋田壽賀子さんの遺骨などをめぐるトラブルがあり、この問題は2022年6月に週刊新潮の報道で表沙汰となりました。泉ピン子さんは橋田壽賀子さんの遺骨を火葬場で分骨してもらったと主張し、それを食べたり海洋散骨したなどとスポーツ紙や週刊誌に語っていたものの、橋田家の関係者が週刊新潮の取材に、彼女がお骨を手に入れた可能性はないと完全否定しました。さらに、石井福子プロデューサーが運営を託されている一般社団法人橋田文化財団も同氏の取材に対して、財団側から差し上げたということはありません、持っているという発言が本当ならどこで手に入れられたのかは分かりません、ただ遺骨の移動を担当していたのは財団で、泉さんが一人でお骨を運ぶ機会はなかったはず、お骨の周りには必ずどなたかがいらしたはずで、そうした時に泉さんがお骨を抜いたという話は聞いていませんと語っていました。これによって泉ピン子さんの発言に嘘疑惑が浮上し、物議を醸す中でピン子さんは女性自身の取材に対して、ふざけるんじゃないわよ、私が骨を持っていない、誰が言ってるの、だって葬儀後のお骨上げの場で私みんなの前で承諾を得ていただいたんですから、などと反論し、週刊新潮の記事は悔しかったと語っていました。その後、橋田壽賀子さんの追悼ドラマ「ひとりぼっち」に泉ピン子さんが出演しないことが週刊文春に報じられ、それに続いて石井福子プロデューサーとの確執も報じられました。この件についてそれぞれが沈黙を続ける中で、
週刊女性は石井福子プロデューサーに取材を行い、まずは一人ぼっちのキャスティングについて、ドラマに出てくださる時の皆さんはこちらからお誘いしたわけではありません、誘わなくとも橋田先生にずっとお世話になったから何か役に立ちたいセリフはなくてもいい、ギャラもいらないと言ってきたので、主人公が営むおにぎり屋さんのお客さん役で出てもらうことになりました。ピン子さんからは、一言もなかったので出演していないだけです、外したわけではありませんので文句を言われる筋合いはないと語り、制作サイドがわざと泉ピン子さんを外したわけではないと説明しています。しかし石井福子プロデューサーも泉ピン子さんの言動に困惑し、不信感を抱いているようで、ご親戚でもないのに橋田さんが希望なさらないことをやって嘘も吹聴されたら問題になっちゃいますよ、誰もお骨を渡してないんですから、しかも食べたなんて、あれにはびっくりしました、食べたって身体から出ちゃうでしょ、途方もないことをおっしゃるからみんなびっくりしていますと語っています。そしてピン子さんは嘘つき村の村長さんなんです、これ以上彼女の言動に対してはあんまり騒がないことにしていますと語り、泉ピン子さんの言動に呆れ果てている様子です。週刊女性は泉ピン子さんの事務所にもこの件について何度か問い合わせたそうなのですが、回答は得られなかったとのことです。一人ぼっちは橋田壽賀子さんに捧げるドラマとしているだけに、橋田さんと関係が深かった泉ピン子さんが出演しないというのは違和感があり、ピン子さんの方から出演したいとの連絡がなかったとしても何のわだかまりもなければ制作サイドから出演オファーを出していたのではないかと思います。泉ピン子さんは一人ぼっちに出演のえなりかずきさんとも共演 NG 状態にあることが2019年に発覚しており、それを明かしたのが橋田壽賀子さんだったことで大きな話題となりました。その後も2人の関係は修復できていないようですが、泉ピン子さんは他の時出演者やスタッフとの関係も良くないとの報道もあり、さらに石井福子プロデューサーとの関係も悪化しているのは間違いないようなので、一人ぼっちに出演しないというのは当然の流れなのかもしれません。泉ピン子さんは奔放な言動で周囲に多くの敵を作り、それにより橋田壽賀子さんが亡くなって以降は仕事が激減しているとの報道もあるものの、週刊女性によると本人はまだ役者業には意欲的とのことですが、業界内でかなり悪評が飛び交っているようなので、やはり以前のようにテレビドラマで主演するといったことはなかなか難しそうですね。沢田まさみさんが師と崇める敏腕プロデューサーの石井福子さんですが、近年は老害と言われており、評判はあまり良くない印象を受けます。石井福子さんは脱税で逮捕されていた過去の事実もあり、本日出演の金スマではどのような話をされるのか注目が集まります。石井福子さんは過去に脱税で起訴されており、有罪となっていた紛れもない事実がありました。どれほどの金額の脱税があったかと言いますと、桁を聞いて驚きを隠せません。なんと1億5000万円ものお金を脱税していたのです。これには家族や関係者も驚きを隠せません。脱税の度合いから石井福子さんの年収を予想すると年収2億円を超えている計算になります。これでも買ってくらい儲けておられますね。しかし脱税で捕まるということは欲に目がくらんだのでしょう。二度目の過ちはないと思いますが、慎重に確定申告はしなければなりませんね。石井福子さんが結婚しているかどうかはいくつかの噂がありました。その一つは若い頃に一度結婚したが離婚してしまい、それ以降はずっと独身であるということ。もう一つは結婚歴は一回もなく生涯独身を貫いてるという噂です。石井福子さんの経歴やプロフィールを遡っても結婚歴はないようですので、おそらく正しいのは後者で、石井福子さんは結婚せずに生涯独身だという線が濃厚でしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。